梅本幸夫は、日本の漫画家、漫画原作者。高知県戸佐清水市出身。男性。二人兄弟の末っ子として出生。父親は梅本が物心つく前に、満州にて戦死。母親は、病弱な体質であったという。僕には僕の夢があるで歌詞本漫画デビュー。佐藤正明、千葉哲也のアシスタントを経て、1968年、クジラ大ワを。 週刊少年ジャンプ総刊号から連載。同作が梅本の初連載作品となる。その後、専属契約を嫌ってジャンプを去り、1970年より、少年キングに花と箱の原作によるアパッチ野球群を連載。同作は翌年にテレビアニメ化され、ヒット作となっている。その他、週刊少年サンデーに連載された牧久夫の原作による、 飛べない翼などの作品を描いた。1993年9月8日、梅本が自宅アパートで倒れて亡くなっているのを親族によって発見された。50歳没。死因は脳一血で死亡して2日近く経過していた。ABCD、梅本幸男横山隆一記念漫画館。2021年10月24日閲覧。 abcdefghij 梅本幸男漫画ペディア2021年10月24日閲覧王国の賢人高知出身の漫画家漫画王国土佐挑戦者権ひばり処方1970年12月1日 p222 西村茂夫らば我が青春の少年ジャンプアスカ新社 1994年5月30日、P8AB、ジャンプ50周年記念の復刻版。第1弾は、総刊号と653万部記録号の2冊。コミックナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリーミュースラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ2 4 1 0 0 3 2 0 2一年10月24日閲覧。西村茂雄、さらば、我が青春の、 少年ジャンプ、アスカ新社、1994年5月30日、P9、西村茂雄、さらば、我が青春の、少年ジャンプ、アスカ新社、1994年5月30日、P3、P11AB デジタル大事船プラス、クジラ大我、コトバンク、2021年8月1日閲覧、ありがとうございます。